はいえー、それでは始めてまいります、皆さん、こんにちは。えー、法務省基準点資料を読み解く、既立リサーチ情報の公開、と題しまして約1時間程度、ガイダンスの方をしていきます。内容としては、パート2つ分かれております、えまずは先日発表されました、えー、法務省から出されました、既立の基準点、およびそれに付随する資料からいろんなことを読み解いていきます。えー、それが前半のパートですで後半ののののパパーートトでです後は皆さんの方から、えー、記述の回答 キーズの回答をこちらあのアンケートで募集しておりました。えそちらを見て50通見た答案を私は分析した結果を公表するというのが後半のパートになります。1時間程度ですがよろしくお願いいたします。でまずはじめに基準点のお話からいきたいと思います。レジュメの方は1ページの方をお願いいたします。 ご存知の通り基準点の方は午前が27、午後は22という数字が出されております。えまず皆様に本当に厚くお礼をさせてください。あの皆様がえっ、ー、と法務省えっ、ー、と皆さんがえっ、ー、と成績リサーチ卓一の成績リサーチを本当に多く出していただいたわけで今年もレックの方はえー、午前28、27、午後22、21という予想の方が見事に当てることができました。本当にありがとうございます。はい。でこちらの方ですが。 こちら資料の方が出ておりまして、二三十一年、令和2年、令和三年出てます。一番下が令和三年になります。受験者数一万千九百二十五名、午前及び午後の双方を受験した人数、多種択一基準点、午前の部試験の、え、午前の部の試験の多種択一試験、または午後の試験の多種択一試験の各成績のいずれかがそれぞれ以下に掲げる点数に達しない場合は、それだけで不合格になります。午前の部多種択一式、 満105問中81点、27問正解、午後の部、多種択一式、満点105点中に66点、22点となっております。で、この記載ぶりについては上、上、過去2年間と比較しても、ほとんどと言ってほど変わってません。もう文言が全く同じで、数字だけ変えているという状況です。 でこの運点発表ではこのデータ以外にもこういったデータも出ておりますページはペ、えー、と2、3パラッと見てから4、5を開けてください、えー、令和3年書士試験佐治卓一試験得点別因数表因数表というものですでこれ何かというと左側ちょっと見ますとね 午前の部、105点、満点ですよ。満点というかなりド変態。かなりのド変態が29人いる。で、その累計29。その下102点。これもかなりの変態です。変態が109人いて、その横、ド変態と変態を合計すると、138人いる。こういった同様に、 何何何点に人人いてトータル何人かといった数字も出ておりますでちなみにこれ一番右に偏差値とありますがこれはレックの方でこのデータをもとに弾き出したものですすると午前のところでいうとこれは81点ところ網掛けしました81点633人ここまで3509人いるところが基準点でした 偏差値でいうと57.94という数字です。またこのままずっとしていくと平均点という数字があって64.75という数字になっています。もしよければ2ページ3ページ同じところの平均点見てください。平均点が大幅に上がっているというのがわかると思います。 一方今度は4ページ右側午後の部これも同じような数値になっていてえこれ作りになっていて66点22問正解477人累計2515人が突破していて偏差値が60.29平均点が45.68となっていますこの午後の平均点だけ前と2ページ前と比べていくと そんなに大きくはないんですよね変わってはないんですよでちょっとこちらの方のデータをちょっとエクセルに落とし込んでちょっとグラフ化しましたそれが右のページですちょっと見づらくなって申し訳ないんですがもう絵で見せるのが目的だったんですこれ「午前択一」ってあって左に1から34四本当はもうそ,その上三35なんだけどね 1>, 1点から34点まで各ところに何人いるかっていうのを出してる図なんですね。で上の午前の部基準点が2725と28の間あたりね25と28の間あたりこのあたりが基準点で横,横見てもらうと一番山がでかいとこですよね一番山がでかいかちょっとそのでかい一番でかいのかちょっと手前ぐらいかのところが基準点なんですよね。 ってなると、今度逆に来てね。じゃあ今度は5って、基準点が22点じゃないですか。ってことは、一番山が大きくなるのが、22点あたりだと思いきや、見てください、下。驚きのところや。驚きわかります。一番ね、山が高いのが、30、え、これ。これ何,何点かっていうと、10問正解のところなんです。10問正解。これが一番山が高いんですよ。 ちょっと待ってね、これ。あれこの試験って35問で5択だよね。ってことは、運だけ使えば7問当たるんですよ。運だけ使って7問当たって、プラス3ってどういうこといや、これ、あの、5科目の勉強が間に合わなかったってレベルじゃないよね。間に合う間に合わないレベルじゃなくて、完全に終わってないってことですよね、これ。終わってないかもしくはやってないですよね。5号って、そういうレベルの方がやたら多いんですよね、これ。 え多分このでかい山が、多分どこだ ?14 あたりかな ?14 問あたりの正解詞。14問あたりのところから山がぐっと上がってくるんですよね。で、実はこれって別に今年だけじゃないんですよ。えっと、2ページ見てくれませんかね。2ページの31年、2ページの31年の、えっとね、33点ってとこ見てくれ三あ、三十点。30点見てもらいます。30点、10問正解。 30点10問正解の878人とやっぱり下の方にすっごいでかくいるんですよ。てなうてあの午前のボリュームゾーン多いところと午後のボリュームゾーンは明らかに違っているで午後は明らかに下の方に多くの人間が固まってるっていう状況なんですよ。 ではこれをもとにもうちょっと分析を、えー、加えていきましょう6ページ以降になります第2章今までの資料を含めてデータ分析とえっと上の段一番目見ますと令和3年上段出願者数下段受験者数こちら 1万4988人中1万1925人最後まで受けたという数字になっていますちなみにこの数字だけちょっと見せますとここは少、えっと、数点以から切り捨てまして約受験出願者の79%が受けているという状況になりますでこれが実は去年も79%なんですよ で、あとでまた言いますが、ここで受験会場が思いっきり減ってます。受験会場が思いっきり減ってます。で、31から29までが、いずれも81%の受験です。で、28、27が82%というふうになってます。82%。 やはりこれやっぱり受験会場が減るってなると多分年の方にはイメージないと思うんですが特に九州地方の方だとあの九州だと福岡市は受験会場がないんですよ。ってなるとあ今年ちょっと多分っていうか絶対無理そうだなとって思った時にやっぱりこのコロナの感染状況を考えて遠距離を使った移動っていうのをあえてするっていうのを控えてるんじゃないかなって思います。 じゃあ、それ以外のデータを見ますと、令和3年、基準点、卓一式午前の部、上段が点数、中段が人数、下段が偏差値です。え上段、81点、27問。これが今回の基準点です。この基準点の数字だけ縦に見てください。27年以来の高い数字になってます。27年以来の高い数字になってます。 一方、3509人というのは、この数字だけ見ると、去年も3643と多いんですが、それ以下見ると、ちょっと多いですよね、夜間に、やけに。まあ、27年に匹敵する。27年も多いか。そして、偏差値で見ていくと、 明らかに令和2と31のところで明らかに変わってきてるんですね。そこまで60代で維持していたのが60近辺だったのが58、もしくは57と落ちてるんですね。一方横、卓一5の部の方ですが、今回は22問となっています。で、せこ,のこの基準点の数字だけ見ると、 近年見るとえっと31年以来の数字でしょうかこの低さは一方偏差値だけ見るとどうですそんんなな変わってないんですよではちょっともうこれもう少し別の角度で。 右のページお願いします。卓越基準点突破人数の比率。左から一番上見ますと、令和3年、午前を受けている人が1万2234人います。午後で結構帰ってます。午後で帰っちゃっているので、午前はまだ1万2000人いたんですよ。で、午前突破したのが3909人です。で、その標高、比率。 結局、受験者室のどんだけが基準点突破しているかっていうと、28.7という数字になってます。で、これ去年と比べると若干落ちていると思うのはわかるんですが、見てほしいのは、その以降、その前、31年より前と比較してほしいんです。これもう明らかに作為的にだと思うんですよ。明らかに、この2え、こちらの31と 2, 2年。 これ以降で明らかに差をつけているのがわかります。20%ぐらいをええっと比率にしたのが明らかに30%近くへと引き上げています。えー、レックの基準年予想が28、27だったんですけど、実際28だと28点だとあのね平成31年と同じぐらいなんです。 なんでこれ明らかに向こうは午前の基準点についてはハードルを下げてきてるんですよ。一方横、午後なんですが、え午後は1万1925人受験し、突破したのが2515、比率が21.1%となっています。で、下の数字見ると、 30と28は若干高いんだけど、そこさえ覗くとね、ほとんど変わんないんですよ。まあ、誤差と言ってもいいぐらいだけど、午後って明らかに変えてないんですよね。比率のところは。何度も、え、損者に入れました。午前の突破率が令和2年から急上昇し、その傾向が続いているというのがわかります。そして午後の突破率はだいたい同じになっていると。 いうこともわかりますじゃあ次の表にいってくださいこれは突破人数割る期日の採点人数を出してみましたえっと横一番上見ますとねえっと卓一午前が3509卓越後が2515で合計すると6024人 という数字になります。で、今年はまだ期日の最低人数はまだ分かってません。その例年の下と比べてみると、突破人数の合計が約6000前後となってますよね。突破人数の合計が6000前後。で、これ3年間大体同じ感じなんですよ。で、その前が6300とか多い年は7000とかあるんですよね。 もちろん受験人数という問題もちろんあるとは思うんですがやっぱりここ3年間数字がここ低いというのが分かりますで一番右,を、えっと、右から2つ目均一の最低人数そして比率を見てほしいんですがこれって結構面白いんですよね比率そんな変わんないんですよ 三、二十九、低くて二十九、高くて三十三あたりで、結構安定してるんです。私、こんな数字になると思わなかった。あの、午前の突破人数の集合体と午後の突破人数の集合体って、年寄って結構バラバラと思ったんだけど、そうでもない感じなんですよね。結構比率が大体似通っているってのは分かりました。で、ここまでがあくまでも事実です。ここまでが事実です。 でここからは私の評価になりますこの次のページから評価になりますのであの自分にとって耳障りが良ければ聞いていただく耳障りが悪ければあいつのい,やあいつめ、ね、偏った見方だと,と思って聞き流してくださいページをめくりましょうじゃあなんで午前の突破比率が2年連続こんな数字になってるのと続き、えー、見ますと 一昨年の会場受験の減少に伴い大幅に人数が減ってます大幅にまず人数が減ってます一応分かってますが確認だけさせてくださいえっと6ページの人数6ページに載っている受験人数出願人数でもいいんですけどね31年が1万6000人いたんですが令和2年で1万4千と2000人近く落としてます えここまでは、ねえっと、1000ぐらいで減っているのがいきなり2000も落ちたんですね。ということで、戻りまして、8ページに戻りまして、次、金の最低人数を確保するには、基準点の水準を下げるしかないんです。というのもあの、かつて2万人から2000人。 を絞り込んだのが、今1万4000から2000人を絞り込むんですよ。昔は2万人ぐらいいたのから2000人。今1万4000人から2000人を絞り込む。ってなると、ハードルは下げざるを得ません。あ、でごめん、これ2000人って言っちゃったんだけど、これごめんなさい、またご存知だと思いますが、見させてください。6ページのデータの方ですが。よいしょ。ここの部分の、こっから、ここの数字。 これは最終発表で出てくる数字なんですけどね何人採点して何,、えー、と何点が基準点だったというのがわ,らわかりますでこれ見ると何人採点したかっていうのがここでわかるんですよ受験人数は明らかに減ってはいるんですですが採点人数はずっと同じになってますほとんど同じですまあこれやっぱりいつも言ってることなんですがこの採点はやっぱり人間の手を使います で人間の手を使うってことはやっぱり予算が必要になります。で、やっぱり一度掴んだ予算っていうのは、そう簡単に変えないんだろうなと思うんですよ。私、去年で減ると思ったんです。去年で減ると思ったら、去年も人数変えてこなかったんですよ。ってなると、基準点あの、採点人数は同じだけど、受験する人数が減ってるってことは、まあ、ここはハードル下げざるを得ないだろうと。 また8ページの方に戻っていきますと3段目午前午後のどち,かどちらかの基準点の水準を大幅に下げることになったそのようした午前の水準を下げできるだけ多くの受験生を午後択一・鎮一の総合評価する方向ではないのかなとそのように感じました まああまあ、これ、いい言い方で書いたんですけどねあの、午後って明らかに下が多すぎるじゃないですか。下が多すぎるから、午後水準高めに切っておけば、かなり人数を落とせるんですよ。で、午前のところは上の方に水準高いので、やっぱそのあたりも影響しているのかなと思います。なので、まあ、この傾向は多分変わらないんじゃないかと思います。午前の水準はちょっと低めで、午後は高めに水準を取ってくると。 じゃあ次。均一の最低人数はじゃあどうなるだろうと均一の突破人数はここ3年間ほぼ同様です。ちなみに例年、えっと、一昨年の比率を当てはめると、下記のようになると。例年、ごめんなさい、昨年だ。昨年と一昨年の比率を当てはめます。えっと、何言ってるかっていうと、この数字か。ここの比率。昨年が33.2で、 その前はなんですよ。でそれをこの6024という数字で引っ掛けていきますと昨年と一昨年の数字を引っ掛けていくと出てくる数字というのがえっと29.1だと175233.2だと1999人という形でまあ2000人近くのいい数字が出てくるんですね。 じゃあ、その下。じゃあ次は、上乗せ点はどれぐらいになりそうなのと。えー、ちょっと思ったのが、あの、午前を低く取ったと。午前を低く取ったから、もしかして、上乗せ点自体が上がるかなと思ったんです。で、結論から言うと多分変わらない。多分変わらないぐらいです。えっと、これちょっと、どういう図になってるかっていうとね、えー、こちら、卓一安全権を転すると偏差値の関係を出しました。 えっと、何かというと、よいしょとちょっとあとで数字変えます、ごめんなさい。平成 30, 30年は上乗せが25.5、上乗せが25.5なんですよ。で、25.5ってことは、択一の問数でいうと、8問じゃ足りない、9問必要ですね。8問足りない、9問必要。で、この9問を、もし択一だけ。 9問を択一だけで取るとしますで午前にプラス4午後にプラス5午前にプラス4午後にプラス5した数字が午前が30で後がおめん間違えたこれ29です29でもし午前だけで択一基準択一の総合点上乗せのを取ろうとしてプラス4にすると偏差値が66.67必要です 一方、午後でもし29問取ろうとすると、これ、偏差値、ごめんなさい、書き換えます、偏差値の方が、えっと、66.50、66.5、点五ゼ0になります。で、同じようなことをね、2つでやったんですよ。 えっと、31年は上乗せが23点なので、八問正解。上乗せが8問いる。令和2年は26点なので、上乗せがだいたい9問近くいると。で、これをもし卓一だけで取ろうとした場合、どれぐらいの偏差値になっちゃうのかと。っていう数字を出してみました。すると、午前は64、もしくは65近くから、 66だってことはあかるんです。一方、午後は、だいたい66、67ってわかるんです。ってことでね、64から67。で、午後は66ってところで、これで、例えば、この数字を見てみましょう。えっと、4ページか。 偏差値が午前64から、64から66、64から66っていうと、まあちょっとこれで低すぎるのかな。このあたり。33、32、31、33、32、31というぐらい来るでしょう。で、まあ33度はいかに高すぎるかなという感じがするんです。 一方、午後の方が、66あたり、66あたりっていうと、66、二十この、えっと、数字言うと、数字で言うと、26問、ないし25問のあたりになります。まあ、数字で二26あたりかなと思います。26。で、こっちの方が、 32もしくは31。32もしくは31。で、ってことで、もし卓一だけで上乗せ点をかん、えーと、比率を、えー、と偏差値に換算する大体これぐらい。で、これをじゃあ今度、えー、今度ね、今回の基準点の比率で見ますと、ごめん、ちょっとこっち、右利削っちゃって、こっち、こっち、ごめん、ちょっとこれ削っちゃって。 す,みませんするとえっと午前の方が3231基準点が27と考えれば必要な上乗せが4から5で午後の方が26問と考えて基準点が22だから上乗せがごめん4ですね4になると。ってなると結局上乗せでいるのが 結局、4プラス4の8。もしくは、5プラス4の9。ってことで、結局、上乗せで言うと、8から9必要になってきちゃうと。いうことが分かりました。で、私もこのデータを全部出した後に、ふと思ったんです。去年とほとんど数値変わらないんですよ。あの、基準点別ね。基準点別。 基準点以外の数値が去年とほとんど同じなんです。ちょっと見てもらっていいですかね。えっと、何ページだっけなえっとは、6ページとか見てほしいんですが。あの、6ページ見ると、まずね、令和3と令和2年で受験者と出願者がほとんど同じなんですよ。まあ、もちろん、500人増えてるてありますよ。で、卓一の突破人数とか偏差値が、 突破人数と午前の突破人数と偏差値がほとんど同じなんですよ。で、午後の方は若干2、300減ってる、だけど偏差値ほぼ同じなんですよ。ってなると、もう結果、もう去年と同じような数字になってるってことは、結局、去年と同じような結果になるんだろうなと。だ去年が上乗せが26.5だったので、まあ、それぐらい要求されても、もうこれはしょうがないんじゃないかな。 と思いますうことで、まあかけた時間が約30分で私の分析は大体2、3時間やったんですよ。で、2、3時間やった結果がなんだ、去年と同じかと。なんだ、この分析はと <laughs> いうことになってしまいました。ということで、これが、えー、と成績データからとりあえず今のところ分かったことになります。えー、基準点に関しては、えーとえー、と上乗せ点に関しては、多分これは例年と同じぐらいの数値。 ありとあらゆる数字がおそらく去年と同じような形でいくと思われます以上で前半のパートはこれぐらいといたしましょうでは後半のパートに参りますえ、今度は9ページ以降になります 均一式再現答案無料添削サービスから見る受験生の答案の出来というところになりますこちらは受験生の方から、まあ、アンケート形式というか実際の回答用紙を皆さんにお配りをして空欄形式にして実際の回答と同じものを皆さん書いてくださいとで書いていただけるとこちらで採点しますよと,というサービスをしておりますでこの採点したサービスをもとに50人分ほど50人ほど皆さんの成績を見て私が分析をしたというのをこれからお見せしたいと思います あのいくつか注意点がございます、えー、そ像下の方に留意点か、まず1個目あの、基準点を突破する可能性が高い人が申し込んでると思われます,思われますあの、突破した人だけ申し込んでくるじゃないんですよ、突破しただけ申し込んでくるじゃなくて、まあ、別に縛りかけずにやっているので、もしかしたら、ねまあ、突破した可能性は全くないけどね、出しましたという方もいるかもしれません、た多分いたんです。 あの一応こちらのやり方としてはあの無作為にあの七十通だけな、七十通の点あの答案を持ってきてくれとって言って、七十通のデータをもらってね、こうクリックして中に開けて一個一個見るんですよねあの二つほどありました、あの一つはね、あの午前、あのえっとねた不当法が四点、で消等法がね、五点かな、でしかもなんか、自由に定款変更って書いてあったの、あこれは多分これ多分違うと、これ多分違うと思って、さすがに弾いた。 で、あとね、あのね、なんだっけ、不当はね、35に、十五かなほぼ三十いや、十五でね、あのね、理由付けのところが、あのね、レックの答案と濁点すとこまで同じなんですよ。で、これも多分ダメだと。これもダメだと思って弾いた。で、さすがに明らかにこの2つは弾いたんですけど、一応、あの、まあ、明らかなもの以外はね、ちゃんと普通に見たつもりです。次、2個目。時間がある状態で記載をしていますので、 本番とは違う可能性は十分高いですまたその下えっと記憶が曖昧な部分が多い特に記号なんか多分覚えてないという方も多いと思いますそして下あまりにも出来の悪い人は申し込みませんあのー、私もこうや一個一個見ながらあの不当法相当をセッ,トセットでデータもらえるんですけどそのデータ見たきに不当法こうて。 かーって言って小不灯法を見ると33三なんですよ。やっぱりも気も分上がりそうですよね。あの不当がすごい点数が低い。で小灯法もまあ10点いかねえなと。まあ、出してみるかと。出さないんですよね。なんでやっぱりどっちかがすごい悪い場合はすごいどっちかがいいから出してると。だからこれからの分析っていうのはあくまでも成績がいい人の中の50と思ってください。成績がいい人の50人と思ってください。 で実際なんですが、その下見てほしいんですよね、特に30年以降、左側がこの採点サービスの平均点なんです、で右が本試験の基準点、で本試,験の本試験の基準点は大体平均点です。ってなって見比べてもらうと分かるんですけど、まあ、本当に点数が、左が高く出てますよね、もちろん採点基準が違うとか、そういった理由ももちろんありますよ。 でもそれにしてもタグ出てますよね。だからあくまでもこれから見る数字は、成績が高い人の50通、成績の高い人の50通の話だと思って聞いてください。 では不当法小等あ、不当法,小等法それぞれ見たいんですがちょっと論点がどういうものがあったかを確認したいのでちょっとレジュメの方十15ページ16ページと開けてもらっていいでしょうか今更だと思いますが論点の確認だけさせてください第1弾,第1弾の方は二件申請。 二件申請で、一件目が名変が言いますが、名変、一括申請が必要です。称号と本店移転の一括申請がいる。これが論点です。で、二件目が所有権移転、会社分割による所有権移転になります。そして第二弾。で、第二欄は本、本四つ枠が空いてるんですが、四つ目が空欄なのでちょっと弾きました。ごめんなさい。 1>, 1件目が共同値定当権変更で債務者の変更を一括申請しなきゃいけない。で、2件目。二件目が会社分割による債務者変更があります。で、3件目。これで分割譲渡を入れることで。で、特に見てほしいのは分割譲渡、記載量がすごく多いというところです。記載量がとんでもなくあるということです。 でページ見切ってもらって今度は第3弾で第3弾はねて等の変更が2件続きますで1件目が再建の範囲の変更でこれ論点なんのは再建の範囲4段目電子記録再建という言葉これがいけたかってこととあとその下4行分割に伴う再建そして2件目は 単なる変更登記になります。で、ここは所有権に関するところは入れちゃいけないという注意書きがありました。で、次第欄、第4弾。第4弾は冒頭で、こちら、まず会社法上、利益相反だよと、承認がいるよってこと。株主総会ですからね、しかもね。で、手続き的には何がいるかっていうと、議事録と印鑑証明。印鑑証明がいる。 で、その理由づけえこちらえ、なんでこれがいるのかっていう理由づけがいります。1と2両方の理由づけがいるわけです。で、これが、えっと、不等法の論点で、えっと、ページの方が何ページだっけな、10ページの方を見てください。えっと、私は論点かなって思ったところの一覧と、その右に、 50人中何人がクリアしてるか、50人中何人がクリアしてるかと,といったのをまとめたのがこちらの図になっています。で、あの、毎年のことなんですが言わせてください。これはあいつの肌感覚でやっているとかね、感触で見ている。俺は絶対認めない。むしろ、ね、認めたくない。一発殴らしてくれとかね、それに近いところまで言われることがあります。あの、見ていただきたいんですが、これ、ちゃんと私データちゃんとやってます。分析をしてます。あの、 こちら、えっ、ー、と、この、ね、左、今画面の方でですけど、こちら左側に論点があって、右の方にね、あのー、そこに該当していれば1とチェックするというところを全部で、こう、50人、ちゃんと見てます。ちゃんと見てます。で、これ言ったら誰か言われたんですかじ。上に黒いのがある。これなんか秘密が隠されてるとか。これはね、個人情報。個人情報だから黒で隠してるだけです。ちゃんと人数出してますから、これもう。 信じてください、もう。これもう無作為にやってるんだと。もうそこまで言うなら前も,もうやめてもやめてもやめじゃあ行きましょうか。<laughs> じゃあ行きますと、まず第一弾。えっと、まず全体的な話で言うと、住所変更だけ、名称変更だけ名変闘記やってる人え。こちらの方がえぜ50人中5人です。で、私個人的にはこれは、あの、枠ずれとは思いません。枠ずれとは思っていません。 っていうのは、いろんな実務家の方に聞いて、どっちかなきゃやったら却下ですかって言ったら、うん、あの、名変入れてるんだったら別に補正で聞くよと。名変を入れてるんだったら補正で聞くよと。受け付番、ね、通るか通らないかってはもちろん通らないんだけど、あの名変登記が入れてるってことは、補正が聞くレベルです。補正が聞くレベルだから、これは枠ずれという必要はないんじゃないのと。どの実務家の方に言っても、枠ずれの定義っては別に微妙なんだけど、どの方に聞いても、却下にはならないと。 っていうのはどの先生もおっしゃってます。で、次。えっと、名変と別々に申請した人が、これゼロでした。二件申請した人は全くいなくて、あの名変だからもう一回でいけると、皆さん判断したようです。で、一番下、一括申請してきた方が43。50人中48が名変に関しては、まあ大体いってると。で、ちょっと細かいところで言うと、カッコ2の欄。 当、え、添付書類の、あ、九州分割契約書。これが添付できている方が44人います。で、次、登録免許税が正しかった方が38人。で、そして平均点。えっと、こちら、合計が8点なんですが、えっと、こちらの平均点が、6.1でした。6.1。 だから結構やっぱり私たち見てて、あの、第一欄はほぼ皆さん、ほぼてかね、結構多くの方が発展で言ってるんですよ。発展で来てる方が多いんですよ。じゃあ次です。第二欄えっと、上三つが一つの塊です。債務者称号変更と本展一のどちらかだけ申請してる。これが5人。で、次。別々申請してる。一括申請ができないと思った方が3人。 で、一家申請ができている方、つまりこの論点ができた方っていうのが、31、ごめん、嘘、36だ。36、十六います。36。なので、44人ほど、44人は、この名変の存在自体はいけたようなんですよ。じゃあ、その下の、 会社分割による債務者変更ですがこれがちょっとね私も思ったほど31なんです。で、これあの何度も言わせてくださいねあのできる方の50通だからできる方の50通で31ってことは実際これ相当書いてないんじゃないかと思うんですよ。 で、あと細かいところに行きますと、あの、次、カッコ1欄、義務者を早伏にしている、添付書類をちゃんと入れている、結構いないんですよね。で、カッコ2欄、義務者を早伏にしている、添付書類青、えー、添付してない、会社分割の場合、九州分割契約書の記載に関わらず、九州分割契約書の記載に関わらず、こちら変更登記できますから、青を書いちゃむしろいけませんね。 っていうところでこの人数も30とそして、ね、16、これかなり意外でした。多分ね感覚で多分記号で書いちゃってるんですよ、青。でかっこさん目的に共同の文言を入れてる方、これ30ですがちょっとこれねやっぱいろんな方聞いてもねバルアなんですよ。共同入れなきゃだめだっていう派といや入れても入れなくてもいいんだって派があって、もうね俺もどっちが正しいのかもう分からなかった。なんで 個人的にはこういうところって大体採点記事じゃないだろうなと思ってます。で、次。このカッコさんの欄。これ共同寝ての分割譲渡ですが、申請条項のミスが2つ以内で収まっている人が24人しかいないんです。あの、九州分割の欄ってすごい多いですよね。えっ、ー、と、15ページの方で、さえっと、受付年月日を書くとか。 極度額を全部書くだとか、債務者住所まで書くだとか、共同担保目録をちゃんと、ね、書くだとか、このミスが2つ以内で収まっている人が、できる人で半分です。で、添付書類な承諾書についてはもうほぼであの19人という状況です。そして、合計点、あ平均点、2段全体の平均点が合計16点中の 5.3です。というか、もうね、これも出したんですよ、あのその下見てほしいんですけどね、この欄が0点だった方、この欄が0点だった方が、できる方50人中、この欄が0点だった方が18人いるんです。いや、それはそんだけ平均点下がりますよ。 あのこのラン全部完全に0点がこんだけいれば平均点は下にいっちゃいますもう正直今年この2段この2段が減点方式でいくと点数みんな残りませんこの第2ランこの第2ランを間違えたら間違えた分だけ引いてったら点数ほとんどの方残んないんですよでレックではこれ レックは減点方式で採点をしてます。一方、の赤松先生の採点方式は加点方式になってますあ。ちょっと違いを言わせてください。例えばこれ、減点方式だとしません減点方式で、16点の配点、16点の配点で、えっと、5点、5点、6点と仮にしします。で、この、こちらの箇所で、1、2、3、4、5、6箇所間違えたら、0点です。 ここなら零点です。これが減点方式。一方。これを加点方式にした場合ね。加点方式にした場合。ここで一、ここで一。ここで合計に。ごめん、六以上にした。六以上にした。六以上にした。そうか。だからこのさか。赤松先生そうしたんだ。零点五、零点五、で二、えっと。 1>, 1と2で3だからあと,あと3点分ねでここで2ここで1というふうにもし振った場合例えば真ん中の登記事項でボッコボコに間違えても目的と原因があっていればそこで1点はつくわけですなのでこの採点サービスを受けた方で明らかに点数がすごい低かった方あのぜひ赤松先生の採点方式で赤松先生の採点方式でえこちら採点してみてください相当加点方式なので点数がまたガラッと変わってきます で赤松先生の採点方式に関しては、徹底検証会のレジュメ、徹底検証会のレジュメの方に出ておりますので、そちら登録しないと見れないんですが、そちらの方で参照を見せてみてください。それで、ZEC の方では減点方式でいった場合、平均点はこれぐらいになっちゃってるということです。よし、じゃあ戻りまして、10ページ、次、第3弾。 全体で所有権移転登記を入れてない方、47人多いです、やっぱり。ちゃんとこれはちゃんとま、守ってましたね。で、一共同の文言を入れてる方は31。再建の範囲、会社分割以外をかけてる方は32。次、再建の範囲、会社分割がかけてる方は4人。って言ってもね、この4人も、あのねと、回答例通りじゃありません。あの、何らかの形でね、あの、会社分割を書こうという努力が見られる方。 会社分割を書こうという努力が見られていて、まあ、この表現、あの、正しい表現は分かんないんですよ。でもね、こんな言葉だろうなと、っていうのは当たってそうな方が4人。で、第2弾。え、過去二か、目的に共同文言を入れる方が29。平均点、合計が8点で、ここの平均点が、えっと、ここ三3.7点です。3.7。 で、ちょっとこれね、あの、レジュメ作った後にちょっと分析したので、付け加えさせてください。えっと、この第3弾が空白だった方が、50人中7人いました。第3弾自体が空欄だった方。おそらく結構、ほら、時間切れってことね。結局、時間切れで、3弾以降は完全空欄という方。方が7人いらっしゃいました。で、できる方でなってことは、まあ、結構な人数だろうなと思います。 で次第4弾。第4弾ですがえ、こちら、利益相反の指摘が、これね、意外なんですよ。19人。19人しかいないんです。もっといると思ったんですけどね。で、2、議事録が指摘できてる。でね、面白いのはね、あの1が書いてないのね、2で議事録つけてる人いるんですよ、ちゃんと。1書いて、一が書いてないんだけどね、2で議事録って書いてあるんです。いや、これ分かんなら書けんじゃないかなと思ったんだけど、やっぱりね、問題の意図が分かんなかったんでしょうね。 言ってる人が分からなかったんだと思うんです。で、印鑑証明かけた人が3人しか見つかりませんでした。でもこれ印鑑証明、本当に採点基準になってんのかななんかそれも分かんないぐらい、これ、これ3人のところに点数振ってもやめようやめよう。で、次、1の理由をかけてる方が18で、2の理由をかけてる方、これね、印鑑証明の理由までかけた人はゼロです。印鑑証明の理由までかけた人はいません。あののね、議事録の理由をかけた人はいるんです 議事録は何でつけるか理由を書いている人要なんだけど、印鑑証明の理由をちゃんと書いてる人がいませんでした。一応ね、これ、えー、っと、こちらの方には印鑑証明の理由は書いてないんですけど、本当はあの聞き方にすると印鑑証明は何でいるのかといったことも入れるべきなんですよ。あの、この議事録の申請担保を表すために印鑑証明が必要だとか、いうことも必要なんですが、それはほとんど書いていません。で、平均点、ここの平均点が合計3点で、平均点が 0.5点,点でした。で、最後になりますが、全体の平均点、全体の平均点が、昨年が19.7なんですが、今年が15.57、15.57という数字になってます。 でこれ下がってはいるんですけど、結局、もね採点の仕方次第ですよね。あのー、まず第2欄にどんだけ点数を多く振るかってことと、減点方式か加点方式かで、もうこのあたりはいくらでも点数が上下しちゃうと思います。なんで、本当にもしこれ基準点、あませんレックの採点サービスを受けて引っかかった方は、ぜひその赤松先生の採点方式で、かっけつけてみてください。その幅が多分えっ、ー、と現実的な数字の範囲だと思います。 じゃあ次は午後の方、えっと、午後また。消灯法に行きます。で消灯法の回答が二2え十二か、十二ページ以降にあります。えっと、登記のじえっと、第一弾、登記の自由ですが、二段目、あ、三段目か。えっと、募集か、えっと、ごめんなさい。えっと、第一え3弾、ごめんなさい。自由はほとんど論点にないんだけど、設置、変更と、そ一つ発行なんですが、で登記すべき事項。 冒頭が、いわゆる株主名簿管理なんですけど、これね、設置ってところ、意外と書けてないんです、設置のところ。設定がこんなに多いと思わなかった。で、次、10人、会計監査のみなし10人があって、で、その下に、募集株式発行、募集新株式の発行がありますが、これ数、えっと、予約権の,予約権の数、 目的でである株式の数が論点でしたね。実際に払ってない人がいるから1万3000、あ一千三百と一万三千になると。いうところと、あともう一個論点が最後3行、予約権、行使の条件、行使の条件がちゃんと書けたかどうかと。登録免許ではそんなに難しくないし、添付書類も、まあ、いいとと定款ぐらいなのかなと。13ページの方に行って、第2欄。 第2欄に関しては、ちょっと、ま、自由の書き方はいろいろあるんですけどね。3行目に、予約権の消滅というのがあります。これ、一応私、変更でも、もう正しいということでカウントしてます。変更でも正しいと思いますので、もうこれ、どんな形でも表現書いてれば、えー、自由のところは何でもいいと思います。で、登記すべき事項では、こちら、譲渡制限を変えていて、 で公開化しますので退任する、そして就任が入る、そして最後4行、えこちら、予約権について数が減っているということを登記するで、あとは登録免許税と添付書類ですが、添付書類もほぼ論点がないかな。じゃあ、それまた50人の集計を見ていきましょう、11ページになります。 でね、すごい意外なんです。上が言います第1弾の自由。これね、こんな数字だと思わなかった。自由が過不足なかけている人が35しかいないんですよ。いや、3つしかないんですよ。えこれ、えって思ったぐらいです私の統計してってみて。次、株主名簿管理人を誤りなくかけているか、36、さっき言ったように設置の部分が特に間違ってます。 でこれも意外と多いのが住人書き忘れ次、予約券の発行で数が当たっている人これが31もうちょっといると思いましたできてる中でもそして意外に多かったなと思うのはその下えこれ予約券の発行で予約券の行使の条件の部分あれが半数以上が言っているというのがこれ意外と多かったなと思います。 添付処理。定換、もしくは議事録をつけている人が44。そして、平均点とありますが、ここね、減点の平均点を取ってみました。減点。減点、0.5点ずつ減点なんですけど、これね、減点されている平均が0.64。0.64。えっと、1個0.5点で減点しているので、こちら、多くて2個。多くて2個。だいたい1個ミスするか、全くないか。という感じです。 で全くミスがなかった答案が52のうちの21か、これ21だ、21が完全にかけてます。かけてない人もそこそこいて、その平均でこれぐらいと思ってください。登録免許税36、でこれね、意外で登録免許税も花から捨ててる人が、ね、いるんです多く、あの左も、あの一覧も二覧も。 1一覧も2覧もあの、ね、添付書類とかも全部書いてるのに登録免許税が左も右も両方とも抜けてる人が多いんですよ。っていうのがう第2欄の方2欄の登録免許税のところも見てください。大体同じぐらいの数字なんですね。もちろんあの間違えてるってこともあるんだけどねあの結構やっぱり抜かすときはね両方とも抜いてるんですよ。じゃあ改めて第2欄あ、見せた。第1欄平均点。15点が平均点。15点満点で平均点が。 11.5 11. 点でしたで次、第2欄やっぱり自由のところなんですけど過不足な書かれているのがこれが驚きですあの、第2欄の自由の過不足な書けているのが20です。20 あの、これ予約券に関しては消滅と書かなくてもね、あの変更だとか。いう記載であってもね、ほら、あの実際には罰くらってる。実際には罰くらってたとしても。言い直す、言い直す。えっと、採点サービスで、仮ネットは変更って書いてね、罰を食らってたとしても。私これ丸だと思ってカウントしてます。で、それでこの人数です。で、登記すべき事項。A. B. C. D. の退任、まあ、これはできたできますね。あの。 結局、書けなかった方、こ,こ,この 5,、えー、と5人書けてないんですけど、この5人全部が全部じゃないんだけどね、4人,そうだ4人はね、4人だよな、ね、確か、えーと。もうここから、2欄のここから下書いてないんですよ、時間切れ。気づかなかったっていうのも完全に時間切れです、これ。で、次、変更1万と1100が開けてるのが21。 添付処理、平均の原点が1 3人、3つです。平均3つ。2つから3つが平均です。で、税金、短縮かけてるのが37。そして、合計、18点が合計点で、平均が、えっと、15.1と。 であのこちら、本当に、ね、自分もこれ見ながら分かったのが、もうね、二欄がかけてる方は、ほとんど点数満点に近いんですよあの。ミスしていても、この1万1000、このミスか、このミスか、税金をミスっているかの、大体どっちかしかないんですほとんどの方がこれ、ほぼフルコンプしてるんですよ、二欄は。一方、第三欄。 支配人が言うの忘れた、えー。支配人が無効自由だってことについてなんですが、37、理由が36。できてる中でこれなので、実際結構気づいてないと思います。で、この支配人を下手に入れちゃうと、いろんなものに影響しちゃうんですよね。あの、自由とか、登記すべき事項とか、税金にも引っかか,かっちゃいます。 なんで、これを入れたことによって、自由税金のミスが起きている方が、やっぱり大半です。で、平均点を見ますと、去年が二十五点二で、今年が。二十七点五三、二、あ、二十七点五三。 でこれさすすす。ががに商業はは減点幅は強くする気がしますあのー、例えばレ、レックの採点基準は添付書では0.5点減点としていますけど、これ、分これ1点引くと思います、登記事項も1点ですけど、2点減点してもおかしくないと思います、で実はそれやるとね、これ、ちょっと数字見ればかるんですけど、全部 50, ってあの50に近いとか、40にいってるのってあんまないんですよね。 結構そこそここ皆さんなんなだかんでちょっとずつ見せてるんですよだからこれ減点幅を大きくすればそれなりの点数のところはまあ向こうが狙ったところに近づくと思うんです。何それ近づくって。だって向こうってだって基準点は大体いい平均点でそれを35点までに持っていく使命なんですよ。だって毎年ずっとそんな感じじゃないですか絶対平均点だし基準点は大体いい35点までに収まるというなぜか分かんないねあらわざが起きてるんですよ。 向こうううにはそういう使命があるんだと思います。多分ね、まあ、にうが、まあ、った見方ですけど、やっぱり発注先の法務省に対し、毎年同じ水準のものを作ってるんだということをアピールしてるんだろうなとしか思えません。で、最後になりますが、9ページのところ、一番下。ごめんなさい、3年でしたね。 でちょっとこれから数字を書きたいんですがあの皆さんにちょっと絶対にお願いがありますあのこれから書く数字に関しては SNS および、えー、ブログ等での掲示は絶対にやめてください SNS ブログ等で掲記事この数字を書くことは絶対に控えてくださいあのというのが皆さん今今日聞いていただいた方はねできる人の中の基準点だできる人の中の平均点だとで分かっていただけるから大人の目線で見れます。 で例えばこれ皆さんがブログかなんかにねもしくはツイッターかなんかにできる人の基準点でこの点数だって書くじゃないですかでそれはまだいいんですよでそれを見た人が今度ねその上の部分の条件を外しちゃってこれレックの予想平均予想基準点だとかね言い始めるんですでそうするとお電話がかかってきてレックはどういうつもりなの出てこいと根元一回話をし,したいと呼び出してほしいとかねいろんな話が出てで間違えるとやっぱ根元は死んでしまえばいいんだと根元はあいつは死んでまいとかそういうふうに来るんですでもう絶対そうやって情報だけ独り歩きしてしまうんです 皆さんはそれはないんですけど、皆さん書いた情報がそれがどんどん広まってしまうので、こちらの方書き込みなどは本当に厳に進んでください。で、これがちょっともし起きるようであれば、この動画をストップさせる、もしくは来年以降、このガイダンスはちょっとやらない方向でも考えてます。なので、皆さんのご協力、ぜひお願いいたします。ということで、平均点でいきますと、これが43.1でした。43.1。 で、あの、過去の、過去の水準とちょっと見比べていきます。で、正直言わせてください。あの、一番上の29年というのが一番初めてやった年で、あんまりこれ、自分的には今思うと精度が高い分析じゃなかったような気がするんです。なので、ちょっと一番上ち無視してください。一番上で無視してください。で、それ無視していただくとね、これ大体こう数字で見ると、やっぱこの31年近いんですよね。ってか31年近いと同じか。ってことを考えると 32.、32.13。 ぐらいの数字になると思います。ってことは、まあ、だいたい去年の31っあんま変わんないですよね。去年の体31、去年の数字はそれぐらいですから。ってことで、あの、ここまでの1時間聞いてもらって申し訳ないんですが、去年と同じような数値になります本日のガイダンスの方は以上です最後までご視聴ありがとうございました